ね、ジョージさんどうも。ちょっとね、自宅にね、特定外来生物であるね、アメザリがね、入ってくるんですよ。なんでちょっとトラップ仕掛けたんで、多分取れてると思うんだよ。見に行こう。ね。多分ザリガニ入り込んどるで、あのトラップに。そこが用水路になってて、ここにザリガニがね、うちの家の中に入ってくんだよ、勝手に。あれ俺のザリガニトラップね。ああいう隠れ家置くと、もう間違いなくここに潜んでんのよ、奴らは。うわ、気持ち悪い。ちょっと見てみるか。いると思うんだよ。あれ、入ってない。え？キモ！変な。あった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 お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 ったほらほらほらこれよ、自宅に潜む外国のね、アメリカザリガニっていう生き物。これ日本にいなかったの、もともとで。これジャンボタニシ、日本がね駆逐されてるの。うわー、もう自然が破壊されてる。日本の自宅見て、これ気持ち悪い。ジャンボタニシの子供。これ違うわ、これ普通のタニシか。これは日本タニシか。気持ちが悪い、本当に。今日はね、奇跡的に数が少ないな。全然いねえな。多い時はね、ここに100匹ぐらいね、ザリガニがね、群れてんのよ。あれ、なんでいないんだろう。3匹しかいなかった。悪いやつだな。ちょっとね、アフーシの餌にしよう。外来の生き物が。気持ち悪い。ほら。これ。無許可で人の家に入ってくる。ちょっとかわいそうだけどね、生き物なんで。まあちょっとカエルの餌にしよう。カエルの餌。アフリカウシガエル飼育してるんでね、ほらほらいるでしょ。ほら、こう水分があってね、もうちょっと水量が多いと増えるんだけど、数が。うわうわ、動物さ。熱々、いかん。こういうのってさ、今の時期さ、熱湯になってるわ。初めの30秒、めちゃくちゃ熱い。みんなもこれ気をつけてね。このホースがさあ、今40度ぐらいあるよ。これ熱っていうレベルまで温度が上がっちゃうわ。オッケーオッケー、ようやく冷水だ。じゃあちょっとね、ザリガニ君かわいそうだけど、カエルの餌にさせてもらいます。よいしょ。まあアメリカザリガニはね、なんか特定外来生物って言うけど、もう気化したった気化動物って言ってもいいんじゃないかな。もうね、数十年前に日本に来てさ、100年ぐらい前なのかな。でも日本中の河川にいるからね、アメリカザリガニは。北海道とかいない、いるのかな。北海道は内田ザリガニが。ああ、うやめろ、やめろ、やめろ。何やってんだよ、やめろ、やめろ、ザリガニ。うわ、胃の中に入った。くそ。何やってんだよ。何なんだよ、潜っちゃったじゃない。くっと。痛い痛い痛い。マジで痛い。うざ。こいつらのこの、ちょっとどこ行ったん？なんか木の間に潜っちゃってる。あれ？あれ？おはよう。ふぅ。はい、この子はね、アフリカウシガエルですね。ほら。結構ね、うわ。ちょっと、この子の餌にします。よいしょ。食べる？食べる？食べちゃった。丸飲み、丸飲み。やっぱハサミ取ってあげた方がいいかな。内臓傷つけるかな。
ちょっと縛った。不安だな。ちょっとかわいそう。このハサミが多分内臓、ハサミ取ってあげようか。いかん。どうなんだろう。まあでも自然界で、多分そういうのも超越して生きてるだろうから、ちょっと失敗したな。このハサミ取った方がいいな。もしかして、おお、どうなってんだろうね。多分は、なんか内臓の中とかさ、ザリガニのハサミでこうやってグーやられてさ、激痛のような気がする。ちょっと痛いんじゃない、お腹。あれ、あ、関係ねえのか。あれ、分かった。ちょっと君休憩しよう。ごめんごめん。うわうわ、食うか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 。眺めてる。早く行けよ。こうなる。やめてあげよう。いかん。これちょっと良くないかもな。さすがにこういう状態にしてあげないと、ちょっと胃の中でこうやってやってる気がする。しまったな。うち来て5年目のね、アフー牛のオスがいるんで、あ、メスだ、メス、ごめん、メスなんで。この子食べるだろう。あれ、腹減ってない。あ、食べた。あれ、腹減ってないのか。食べるよ、お前。あれ、食えよ。食べろ。あんま腹減ってないのかな。反応が弱い、普段より。やめてよ、俺の指かも。うわ、腹減ってないのかもしんない。まあいいや、また入れとこう。食べるわ。ということでね、今日はアフリカガエル、牛ガエルのご紹介でした。またね。うわ、結局食っとる食っとる。結局食べてるわ。やれや、やれ。何でも食うからね、アフリシは。